どうもこんにちは。12月に入りましたナッチです。12月に入ったナッチじゃないね、みんな12月ですね。ということで、クエストダンジョンが来てます。なんかね、すごいのがあんの。もうなんか挑みたくもないようなことが書いてあるんだ今回は。はい、こちらご覧ください。チャレンジダンジョンレベル9、カッコ 7×6 マス、スラッシュ、操作時間2秒固定、スラッシュ、覚醒無効、カッコ閉じる。アホ。もうアホ。バトル1、まあそりゃそうだ。これで10とかあったらもう発狂ですからね。やばいでしょ。卵ドロップなしなんで、多分、ガチャキャラなんでしょうね。相変わらずね、9がぶっ飛んでるんですよ。まあ今回まだ10やってないんで、どんな感じかわかんないんですけど、まあ固定もたまに難しかったりするんですけど、まあこれやばいでしょということで行ってみます。2秒じゃん、2秒。何2秒って、やったことね、そんなパズル。でも覚醒無効なんでね、ゼラ持ってくる意味もないと思うし、コンボ強化使えないし、ジンもたまんないだろうし、まあとりあえず挑んでみないとわかんないということで、まあ水属性だったらラッキーって感じで考えましょう。ただ前回1人だったかな、前回1人引いてるんで、水ってことはないんじゃないかなと思っております。おぉ、おぉ、終わった。終わった。なんでよりによってお前なんだよ。やばいだろ。絶対やばい。これ13ターン以内に倒せってことですよね。だから、例えばコットンとか持ってきたら、落ち込みなしを消すことができるってことですよね。まあ、それはいいんだ。それはいいとして、一回消してみるよ。2秒。まあそうだよね、病院って言うよね。まあ無理でしょうな、無理でしょうな。これはな、ゼラが溜まったとこでやばいでしょうな。覚醒も使えないんだもんね。おやおやおや、どうしたらいいんでしょうかこれはね。今までのダンジョンって、そのマルチでやって、片方がウェルドール詰めて、まあ、グラビティで倒しちゃうっていう戦法も使えたんですけど、今回それが使えませんから。まあ、コンティニューっていうね、選択肢はあるんですけど、それは敗北ですから。どうしよう。どうしよう、どうしよう。とりあえず、ここ指にしといて、一回実験していい？あいつが虚無の波動してこないっていう前提で、非属性無効を使っ、スキルターン。こっちでもいいか。あいつが虚無をしてこないっていう、まず確認をしたい。それによって作戦が変わってくる気がするんで、とりあえず、それを見てみたいと思います。やべえ。バカバカバカ。スキルは貯めないといけないんだ。これでも十字キャラとかだったらね、整地していけそうですよね。火力で押し切るっていう作戦が使えそう。てか普通はそうするんだろうな。さあそろそろ溜まります。これ溜まったんで、いや虚無の波動しないでくれよ。されたらだいぶ選択肢が減っちゃうんで、いきます。残念だったな。本当に残念です。でも、あの、覚醒無効か、そうか。そうか、覚醒無効が強いな。虚無ダメか。なるほど。これいけるんかな？いけるんかな、これ。虚無ダメでグラビティたまんない。で、貴属性、こちら。覚醒無効。覚醒があってもね、ワンパンはいけるんかなっていう感じなんですよね。どうしたらいいんでしょうね。マキナ。マキナ。マキナワンチャン。久々にマキナ行く？マキナが一応ヘイスト入れたら溜まるんで、マキナを入れまして、それでもよね。16重た。重た。このパーティーでとりあえず行ってみようかな。マキナで水に変えて、三つなりでヘイストをして、いや逆だね。三つなりヘイストからのマキナで色チェンジ。で、バッケスでエンハンスしてからエモで時間を止めるっていう作戦。2秒じゃさすがに決定打にならんはずなんで、スキップバッチにして、とりあえずこれで行ってみようかなって思います。で、まあ足りんかったらアシストとか
やっていきましょう。とりあえずどれぐらい手応えがあるかね、これでやってみたいと思います。まず溜まるのかな。溜まるよね、多分大丈夫だよね。これでそう、縦張るんだよね。威嚇もありかなと思ったんですけど、縦張っちゃうんで、まあ、とりあえずはスキルダメ。あと、あ、ギリ溜まりますね。オッケーオッケーオッケー。まあ、ここで盤面調整するっていう手もね、ありっちゃありなんですけど、まあ、それもだいぶ運ゲーな気がするんで。で、まあ、落ち込んなしを消して、目覚めをつけるっていうのも考えたんですけどね。アルテミスのスキルが絶対溜まんないっていうのがね、辛いよね。まあ、溜まってもこの制限下ではあまり使えませんが。はい、三成が行きます。なんか木が少ねえな。で、色変えます。バッケス。で、あとはウェイ。ウェイは1個でいいか。を組むんだよね。12秒あるんで、意外と長いはずです。とりあえず普通に綺麗に組んでいきましょう。ここのヘイストがな、もったいないよな。まあ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 。とりあえずこれで、うわ、下手くそやな。意外と時間あったし、まだ。これで一回様子見。どう？うわぁ。うわぁ。俺の勝ちだとか言ってきたし。そりゃそうだ。逆によく13ターン待ってくれますよ。なんかね、その、ツイッターで見たんだけど、みんなやっぱアヌビスかアメンか十字なんだよね。厳しいですよ。厳しいですよ、これ。キラーも使えないんだもん。だって、5倍にしてこれでしょ？どうすればいいんですか、一体。いや、わかんねえ。わかんねえ。挑む前から無理だってことがわかってしまう。山つかみで一回落ち込んなしを消して、とかも考えたんだけど、13ターンってめっちゃいいとこついたね。運営さんもね。あと1でも多ければもうちょっと幅が広がったんですけど、困ったな。これマキナが必要っていうのが一番辛い。相方メルクリウスにして目覚めをつけてってことも考えたんですけど、まあスキルがたまんないんですよね。目覚めつける以上盤面たくさん減らしたいですから二色陣が欲しいんですけど、でバッケス貯めたいからソニアにしたらソニア一旦たまんないし、困った。フレイヤで行ってみようか。フレイヤでヘイストして、まあ、2ターン殴るみたいな感じでやってみましょうか。これでダメだったらもうどうしたらいいかわからない。さあ13ターン待ってくれるようなので、山つかみを使うことは前提なんで、とりあえずま、盤面の整地はなしということで行きましょう。ドロ強があったらだいぶ火力変わりそうなんですけどね。さあまずは目覚めが溜まっていく。ここは使わなくていい。で、山つかみが溜まります。せっかくならフレイヤを生かしたいので、次ですね。そうだね、次で行きます。ここで、フレイヤを使う。山つかみも使う。目覚めをつけます。まずはここで、多少でいいんでダメージを与えておきたい。ただ時間は2秒なんであんまり無理はできません。だからまあ、どんだけ分割できるかって話ですよね。多分上繋がるからな。あんまり考えなくてもいい気がしますね。とりあえずばらけさせたいと思います。まあこれぐらいが限界でしょう。いや、減らね。減らね。行くぞ。で、これからの、これですよ。これも時間短いんだもんね、でもね。あとは落ち込んがどこまで爆発するかっていうお話ですわ。いや、期待できねえな。ありえんほど降ってきても倒せる気がしないが、とりあえずやってみたいと思います。いや、水繋がりまくっとるよー。まあそんなもんだよな。そんなもんだよな。あ、ちょっと軽減してますね。これがね、
単発だったらまだゾンビとかいう作戦もあったんですけど、まあそんな甘くはないな。ってことで、とりあえず、30分考えましたが、勝てる未来が見えません。なんでまあ、この作戦どうですかとか、この作戦でいけましたとかあったら教えてください。貴族生、できればアルテミスで、なんかいけそうなアドバイスがあったら、お願いします。まあ多少運ゲーになってもいいんで、これよりもうちょっとなんか、ね、その目覚め次第ではとかいうなんかがあったら教えてください。さすがにここで十字とかね、アヌビスは使いたくないというか、なんかそれ負けな気がするんで、よろしくお願いします。いやー、ベリアルなベリアルマジなはい、ということで、以上、ナッチでございました。バイバイ。